ットを活用し、そしてブログやツイッターやフェイスブックを通じて選挙活動をすることだって認められているんです。そういう世の中で安倍政権を打ち倒す力、今日この場にはたくさんの若者の人たちが来てくれています。本当に嬉しく思います。この場でも本当に立派な演説をしてくれた若者がたくさんいた。本当にリズム感のいい小風呂をしてくれた若者がいた。この若者と一緒に戦うことで日本の未来が明るいなというふうに私自身も感じました。なんとかですね、今国際社会の中から日本はだんだんファシズムに近くなってきてるんじゃないか、そういう目で見られています。国連の特別報告者のデビッド・ケイさんという方が来られました。日本の表現の自由、メディアの独立は深刻な危機に直面していると、これが国連の見解なんです。昨日エドワード・スノーデン氏がインターネット上でですね、日本で講演されました。東京大学で講演されました。私も聞きに行きました。このような状況の中で日本のマスメディア、日本の市民は連携して戦わなければならないはずだというふうにスノーデン氏も言われました。まさに今我々は連携して戦える、この陣形を作り上げたんじゃないでしょうか。必ずや次の選挙で安倍政権を打ち倒して野党を、必ずや安倍政権を打ち倒すために選挙に勝利しましょう。絶対にこの右翼の暴力に負けないで、絶対に右翼の暴力に負けないで、我々は意識することなく最後の最後まで戦おうとはありませんか。どうもありがとうございました。警察の皆さん、警備ありがとうございます。よろしくお願いします。昨日、北海周辺を女と平和、ヒューマンチェーン、5000人の女性たちが埋めました。今日は女の平和呼びかけ人の一人、元中央大学教授の横湯園子さんのスピーチお願いいたします。どこの日本人会が戦争したいなんて言っとんだよ、お前。おかしなこと言ってんだよ。誰も戦争は反応ねえわ。俺たち真似しないっつうのは何か分かんだろ。お前たちの戦争は俺らに来るような俺らが発信だろ。大体よ、喧嘩なんてそうだろ。私は平和主義者だから喧嘩はしませんって言ったけど、相手に殴られるだけだよ。そんなことも分かんねえのかよ。お前らよ、ほんと非常にすぎるよ。こんなに俺らだってよ、お前らまだ何の電気ブランカー触っちゃうんだよ。触った。だからあれだろ。水力か、すげえだろ。去年、テレビの問題を、いつも新庄が変わったっていう、僕が負けると分かるやつに、受けて判定したよ。そういうことがあったじゃねえか。え？日本だよ。だからな、暴力であろうが、ゲームとかあろうが、意味がないんだよ。女の平和の横湯です。安倍政権や右翼に負けないために赤のファッションで参加しました。はい、戦争は弾圧と貧困のとともにやってきます。そして私たち国民をこのような形で右翼が脅かし、そういう形でやってきてます。これに負けないために私はこの壇上に立ってます。やってきますが、私の父は文学青年でしたが、治安維持法に何回か逮捕されて殺されました。そして母は活動家ではありませんでしたが、そういう父と結婚して
一族から感動され、そして父が殺された後帰る家もなく私を連れて34回家を変えて逃げ歩きました。そして私は沼津大空襲で 98% 焼けた、その中で生き残りました。で、母も生き残りました。ちょっとごめんなさい。父や母はこういう暴力の中で戦ったんだと思います。 そして私はその父と母の意思を継いで、こうして76歳でここに立っております。とにかく戦争が終わった時、国内には戦争孤児たちが溢れておりました。私はどんなに貧しくても母が生き残ってくれたために本当にどんなに幸せだったかと思いました。で、そういう中で私は集団的自衛権が閣議決定した時にどうしたらいいのかと本当に悩んで、そして女の平和を呼びかけました。で、女の平和のもとはアイスランドで 90% の 女性人口の 90% が立ち上がったんです。そして冷戦を終わりにするきっかけを作りました。そうだ、平和を守るためには女性の 90% が立ち上がれば戦争を防げると思って呼びかけました。女の平和は赤いファッションのイメージ化から始めました。その時私はこの赤の洋服とコサージュを買って立ちました。で、そういう中でとにかく人たち嫌ですね。戦争を守るために今私たちはどうするのかということでここに立ってますが、私は臨床心理士でありカウンセラーでもあります。で、そういう中で私が勤務したのは旧帝国陸軍病院、河野大病院でした。そこは戦争がで戦争ノイロードになった兵士や将校たちが拠点病院として収容されてた病院だということを私は知りました。で、そこで日本で初めて不登校になった子どもたちが河野大病院の児童精神科に入院して、その子たちの勉強の場所が戦争でノイロードになった将校病棟の校舎でした。私は父は戦争に反対して殺されたんですが、将校たちが戦争でノイローゼになるとは知りませんでした。で、そしてこの戦争ノイローゼについては、実は戦争が終わった時、軍は河野大病院にあるカルテ、病床熱気を焼き捨てることを命じたそうです。しかし当時の病院長の目黒病院長はこの病床熱気を隠したそうです。で、そのように戦争が終わって日本が平和な国になっても戦争ノイローゼがいたということは封印されておりました。で、去年の夏、その病床熱気が実は隠されていた、封印されていたということを厚生省の生活局長が初めて新聞で報道しました。私は
封印されていることを知らないで当たり前のように戦争神経症について話をしてました。でそのメンド先生の引き継いだ精神科医は戦争ノイローゼになってまだ生き残ってる人たちのアンケートを取ったようです。90代の兵士たちですね、90歳になった。そのうちの 25% はまだ戦争神経症の症状が取れないで苦しんでるそうです。で残り の人たちも精神科医の目から見るとまだ症状が残ってる。そういうようなことは二度と起こしてはいけないと思います。戦争は殺されるだけではなくて生き残っても70年経っても苦しんでる人たちがいるんです。そのような日本にしないために私は絶対戦争を止めたいと思います。そして野党共闘が圧倒的な勝利をもって即安倍内閣を退陣させたい。そのために私は戦いたいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。横井さんありがとうございました。スピーチの最後です。作家のケン・ジョセフさんです。こんにちは。先ほど教会行ってきました。聖書には恐れるなって言葉書いてます。わかりますか。恐れないように、恐れないように、恐れるな。怖いことは一つもありません。今から66年前、私の父は多くの人は知りませんが、マッカーサーが世界に向かって新しく誕生した特別な国日本のために1万人の若者来てくださいって呼びかけました。すごいでしょう。その時に私の父母が日本に来まして、軽井沢で出会って、軽井沢で結婚して新婚旅行が熱海で、私は長男で熱海でできました。私は子供の時からここは特別な国って言われてきましたが、いつの間にか普通の国って言われるようになりまして、どういうことでしょうか。ムカつきませんか。いつから特別な国が普通の国に下げるんでしょうか。特別な国です。3つだけで私終わりますけど、1個目、憲法をどうしても変えなきゃって言われる3つ目、1つ、知識憲法です。時間あったら探してください。日本の知識人が丁寧に作った憲法です。2つ目、9条は日本の総理が自ら提案しました。3つ目、改正するところ修正すればいいんだから中身は変える必要は一切ありません。ある日私たちは中東の難民キャンプに入りました。約3000人の人がいました。代表の方が前に来ていきなり変なことを言いました。皆さん日本から来たんですね。私たちはよく意味が分からなくて、学生15人ぐらい一緒にいましたけど、一応っていういつもみたいな、彼はこういうこと言ったんです。聞いた話なんですけど、日本って法律があって戦争したくてもできないって聞いたんですけど、それって本当ですか。戦争に殺されて、戦争にひどい目に遭って、戦争に難民として逃れた人たちの中に一つ目標があったんです。